多ミ観音は、愛知県北下良郡下良町多ミにある、相当集計等の単立寺院。三号は、谷鉱山、次号は、鉱章寺。本尊は、松目観世音菩薩と十一面観世音菩薩。岡崎市の伊心寺、豊橋市の東観音寺と共に、三河三観音の一つである。朝鮮寺、西洋寺、直陽寺、万光寺、常福寺、立岩観音。 更新寺とともに奥三河七観音の第4番である。毎月17日には月礼祭が行われ、毎年2月第2土曜日、日曜日の大祭ではタミネ伝学や奉納歌舞伎が行われる。境内にはタミネ伝学を奉納する際に役者神を清めるタミネ観の浄水がある。タミネ地区にあるタミネ城時伝によると、 松目観世音菩薩は、慶運2年3月17日に、ホイ軍行民から勧進したと伝えられている。文明2年には、タミネ・スガルマ氏のスガルマ・サダノブが、タミネ城を築城し、タミネ城の鎮護のために、交渉寺と称する道具を混立した。当初は、高松寺と称していた。この際に、京都から十一面観音菩薩を勧進し、松目観音菩薩と合祀している。 文明十三年には、境内の盆章が作られた。菅沼忠中の時代である永禄二年の大祭から、田楽を取り入れている。小法元年に同じく、タミネの日光寺が消失し、再建のために段と山のご両輪を誤って、伐採してしまった。これにより、大官に討伐の疑いをかけられたため、タミネ観論に歌舞伎を奉納して願掛けした。 大観が、お囃子見分する日は6月にもかかわらず、雪が降って、切り株が覆い隠され、村人は討伐の重罪を免れた。これ以後、タミネ観音の大祭では、戦時中も休むことなく、奉納歌舞伎が続けられている。明治期の廃物希釈で、交渉時は廃寺となり、日光寺はとなり、日光寺の境外仏堂である、大比較高山観音堂として管理された。 1942年には宗教団体法の発布によって独立し、団、峰村の尊敬となった。田楽奉納を行う本堂の境外化や老朽化が進んだため、2002年には本堂の増改築が行われた。駐車場から見た境内境内の南側にある駐車場からは、南方の田峰城や東方の倉掛山を見渡すことができる。駐車場からは、 石段の山道が登っており、山道の両脇には杉の巨木が植わっている。境内の正面に本堂や拝殿があり、境内の右手に歌舞伎舞台がある。同じくタミネには総当州の日光寺があり、かつて交渉寺は日光寺の末寺だった。タミネ観音の舞台、ありがとうございます。